どうもタブヤンです。今回から始まりますスーパーファミコンウォーズ。おお、デモ画面。あ、なんか楽しそう。音楽は変わってないね。さあやっていきましょう。このゲームね、任天堂パワーというね、ちょっと特殊な、ハードで、まあ、書き換えのできる、スーパーファミコンの、ソフトだったんですけど、初見プレイです。でもファミコンウォーズはね、今まで2回シリーズ作品プレイしました、ファミコンの元祖ファミコンウォーズ、それから、DS ソフトのファミコンウォーズ DS プレイしましたので、3回目の挑戦。今回も長くなるでしょうね。回線やっていきたいと思います。そしてモード選択、2P マップ、ニュー 2P マップで4人で戦うとね、もうすでにこれで盛りだくさんなんですけど、ここはあえてニューマップでプレイしてみましょうか。さらに新鮮さが増すと思うのでね。そしてこれなんだ、将軍を選べるのかな。ということで第一戦なのでね、このなんか順番的にはヤン・デルタ・ロジェンスキー、この順番、音楽の順番かな。で強さが強くなっていくみたいな感じなので、まあ一番コンピューターとして弱そうなヤン・デルタを私が取って、で、その次に弱そうなロジェンスキー、これでいきましょうかね。レベルアップとかあるんだ。なるほど。ユニットにレベルが上がっていくっていいね。これ丸にしようか。優勢勝利、かなり有利になった。占領ポイント 75% を占領すれば勝ちになる。あ、なるほどね。これかそうしましょうか。高速モード、アニメーションが消える。これはまあちょっと様子を見ましょう。簡易戦闘、これもちょっと様子を見て。索敵かまあ最初は索敵なしでいきましょうか。はい、オート前歩ってなんだろう。補給モードの選択、補給するかどうかね。もう全部補給でいいか。はい、お待たせしました。そしてニューマップ、このファミコンウォーズの時代はないマップがいろいろあるんでしょうね。さあ一番上から行こう。小粒島、いきなり戦闘開始です。きたー、敵の本拠地がここか。説明、遊び方、チュートリアルね。もうチュートリアルなしでいきたいと思います。設定、あ、これいつでも変えれるんだ。あ、ここは変えれない。あ、こういうのは変えれるんだね。なるほど、索敵マップとかこういうのは変えれない。 OK、 行きましょうか。じゃあさあ、私の知ってる範囲で、歩兵、戦闘工兵ね、基本でしょうね。一番安く弱いユニットです。しかし占領できるのは歩兵と戦闘工兵だけなんだよね。山の上では索敵距離が3上がりますみたいな感じで、ファミコンウォーズ初めての方はのためにね、ちょいちょいユニットを紹介していきたいと思います。戦闘工兵か歩兵かで言うと、移動力が
低いんですけど、この戦闘工兵でも歩兵より強いんですよね。ロケット砲を持つんで。どっちを取るかなんだよな。でも狭いなこのマップね。作戦をまず考えよう。これ大都市がここにありますね。そして、まあ、ここにもあるけど、そうだね、ここが山だから基本、作戦としてはこの山の間ね、ここは防衛線で一番最初に取る。なんだここ、これ何、研究所だって。ここ取りたいね。まあ、この大都市を占領しつつ研究所を狙うって感じかな。これすぐ戦闘になるね。でお金持ってるのは1000ですか。まあ歩兵でしょ。歩兵で占領、占領、戦闘工兵いっちゃおうかって感じだね。一番最初にどうするかだな。歩兵、歩兵、歩兵、戦闘工兵目いっぱい行こう。さあコンピューターはどんな実力なのか。オール歩兵できた。さあ行こうか。まず北の方に、R ボタンで OK。 戦闘工兵どこに向かわせるかだね。研究所かな。戦闘工兵、そうだね、このここに向かわせようかな。北に、そして東に向かえ。まあ足の速い歩兵を先に行かせてからの軽戦車行く。あと偵察車っていうのがね、移動力が高く歩兵に強い、敵の歩兵退治には持ってこい。索敵範囲では索敵能力があると。偵察者なんでね。なんだけどどうする、偵察者作るか。相手の動きに合わせていくか。ここはね、偵察者作ろうか。偵察者2台で一気に敵の歩兵をやっつけて占領を遅らせる作戦。さあ奴は何を作ってくる。いきなり占領きた。だいたいね、あの歩兵 10体で、あの歩兵10人がね1ユニットなんですけど、20人分で占領ができると。だからターンで言うと2ターンかかるんだよね。あ、軽戦車作った。相手の方がお金が収入が多いんだ。状況を見てみましょうか。今は、7000かな。お互い、お互い収入7000。来ましたね、軽戦車。マジか。軽戦車はまずいですよこれ。あ、後手の方がね、なんだろうね、様子を見れるもんな。こっち偵察車やって、ここでいいか。敵の砲兵をねやっつける。でも相手の軽戦車が来るとかなわないんだけど、どうしよう。この辺りでさあ占領だ。2ターンかかりますからね。いやーワクワクする。久しぶりのファミコンウォーズ楽しいね。これはちょっともう軽戦車作ろうか。
軽戦車と軽戦車だけでいいかな。作戦ね、歩兵をさらに作る。歩兵作ろうか。もう目いっぱいお金使って終了。さあ3日目、軽戦車がどっちに動いてくるか。で占領するよね。これ2ターンかけて占領成功。だから途中まで占領してて攻撃されると、攻撃されてそのユニットが倒されると歩兵がね占領ができないということになるんだよね。また1から占領しないといけないということになります。あ、戦車が南に行きましたね。自走砲作った。へえ、自走砲。自走砲を紹介しておきますと、こちら、間接攻撃しかできないんだよね。射程2から3で、射程まあ短いんだけど、直接攻撃はできないけど、まあ一方的に攻撃できるっていうね、地上攻撃用のユニットですね。まあ、射程に気をつけて行けば、これ相手の射程見れないのか。お、見れないんだね。あ、Y ボタンでなんか見れる。ユニット数が。なんかあるかも。操作方法がないか。なさそうだね。相手の射程みたいけどな。そこはアナログですね。どうしようかな。これ奥の方から占領。占領。あと半分。さあ、そしてこいつが来るから、見れないね、やっぱね。こいつの移動範囲、ファミコンウォーズ DS だと見れるんだけどな。これまずいね。これ軽戦車にやられるから悩みどころだな。どうしよっかな。さあ占領。こっちの偵察車は突っ込みたいよね、これね。自走砲に撃たれんのか、ここ行くと。占領。うちの偵察車が役に立ってないよね、これ。うまいこと止められてここも占領されちゃうしさ。偵察車でここ待機しとこうかね。待機だね。でここも待機かな。ここ行っとく。戦車が来るからやだな。ここ下がるか。移動力、細かい作業になってきましたよ移動6 1 2 3 4 5 6。あー、歩兵のとこまで来るんだ。マジか。もうじゃあ突撃するか。こっちの南の、あくまで初戦闘。これ間違いなく軽戦車にやられるからね。軽戦車のところに軽戦車ぶつけましょうかね。そして補給でちょっとお金かかってる。もう一丁軽戦車作るか。2台がかりで行こうか。うん、軽戦車投入だ。そしてさらに歩兵、どうしようかな。バランスよく行った方がいいね。この研究所っていうのを取りたいね。偵察車が守ってるから、そこ取りに行こう。そして何も作れない。終了。いや、サクサクってコンピューターの
思考が早いよね。サクサクいくから楽しいね。さすがスーパーファミコンですよ。ちなみに言い忘れましたけど、今回はね、その任天堂パワーはレアソフトなので、任天堂 3DS の、バーチャルコンソールでダウンロードしてます。あ、来た。軽戦車にボロカスやられてほぼ全滅。これなんだよね、偵察車パワーないから。あ、攻撃してこない。あ、自走砲来た。南に偵察車作って補給車を作った。なるほど、私よりどんどん先に新ユニット作っていきますね。補給車紹介しておきたいと思います。初登場、その名の通り補給します。地上ユニットヘリに対して補給できる。まあこのマップではヘリ出てこないですけど、ヘリコプター結構ね補給が必要になってくる時あったり、あとまあ地上の戦車とかね、自走砲とかに弾を補給することができます。結構ねこの弾数が12発かな。自走砲なんかは、あ、10発か。弾がなくなる時があるんでね、街に戻っても補給できるんですけど、その場で補給できるのが大きなメリットですね。さあ、まずこの北側は確実に防衛しないとね、いけませんから。軽戦士、あ、戦闘工兵行こう。山の上に乗ってね。徐々にこの山を越してもいいし、そして偵察者が守ってるから、まあ北側の防衛はねいけると思うし、さあ軽戦車が、ね、偵察者を退却させてからのですね、まずここ占領しよう。2つ。さあ目論み通りこの南の大都市をね占領しちゃって防衛線を築けば勝利は近いですよ。退却だ。そして軽戦車間に合った。敵の軽、あ、自走砲に撃たれてしまうというね、この射程2から3。セレクトとかなんだな、設定で何かないかな。ないよね。いけないね。実装法1,2,3、ここまで。じゃあここ蓋しとこう。これしかないな。消去法、消極的だけど蓋して、この歩兵どこ行こうかな。こっち行こうか。でこの歩兵倒しとこうか。偵察者で攻撃、研究所を守る、一方的にダメージ。なそしてこの軽戦車はどうしようかな。そうだね、こっちさらに東に行こうか。これ実装砲で蓋されたらもうどうしようもなくなるな。これこっちが行くか。裏から回って、9800ありますよお金。どうしよう、こっちも実装砲投入するかい。ねえ、自走砲には自走砲割り当てますかな。はい。でさらに、あ、歩兵しか作れない。そうだね、歩兵もでも必要だな。北側マンパワーでこの押しつぶしてしまうっていうね。歩兵行こう。歩兵2体どんどん行くぜ。早いな。5日目、テンポいいねこのゲーム。まあ北のこの大都市、ここはもうイエローのお膝元だからね、しょうがないよな、取られるよね。
あ、遅ればせながら取られた。一体町の数どっちの方が多いんだ。あ、戦車が偵察車を攻撃か。くー、でも町だから防御力が高いからなんとか戦えると。おお、突っ込んできたね。おお、山から攻撃、マジか。積極的だね。攻め込んできましたね。あ、山越えできた。そういうことか。予想通りやっぱ自走砲はこっちに来て、軽戦車作って偵察車。おお、さあ各局面慌ただしくなってまいりました。偵察車、これね、町で回復ですね。あ、ここでもなんか危険だから一番後ろまで戻るか。一番後ろまで戻って回復。でも回復にもお金かかりますからね。この歩兵やっつけないとな。防衛に回るか。こうだな。軽戦車で攻撃。 OK。 そしてこの大都市をね、占領しないと。あと一旦かかります。いや楽しいな。そしてこれどうしようかな。偵察車を攻撃したんでしょ、軽戦車が。相手の方が地形効果があるんだよね。どうするかだね。お互いの戦略、こう占領してるからちょっとまだ待ってくれ。うん、ユニット不足だね。こうさらに北に歩兵を送り込むっていうのは正解だったな。そして自走砲、ここを守ってほしいね。しっかりこうやってからの、まあこれちょっと偵察車を先にやっつけとくか。こっちより有利だから。 OK。 でもし軽戦車がさらに攻撃してくれば次のターンね、自走砲で打ち返せるので、なんとかここは我慢して偵察車頑張れ。この場で戦闘かな。歩兵は攻撃してこないみたいなんでね、先に偵察車やっつけてしまおう。あー倒しきれない。別にここ占領してるわけじゃないから、歩兵はここ足止めかね。え、占領しに行きたいけど、ここはでも前に行こうか。でもしこれ攻撃されても、まあ犠牲となってその分自走砲が撃つから、敵撃つから。これ戦闘公平でもう攻撃だろう。ここは防衛戦だ。よーし、戦闘公平のいいとこ、歩兵に強いですよ。あ、さらに戦闘公平欲しいな。こう山登りにこれダメージ受けてちょっと不利だな。でも戦うしかないか。あ、でもこっち歩兵いるから、これ自分回復しに戻ろう。侵入を許してしまうけどね。さあ11700、ここは戦闘公平かな。戦闘公平でも移動に時間がかかるんでね。リッチに行きますか。ここは贅沢に偵察車ぐらいで行くか。偵察車、そして歩兵、さらにね、さらに、あ、自走砲、いや軽戦車で行こうかな。はい、ということで今回はこのターンで終わりたいと思います。いやワクワクするね、この後の戦い。果たして勝てるんでしょうか。うーげー。え、どこがどう撃たれた。あ、軽戦車で偵察車。あ、偵察車全滅、全滅。あ、これ研究所占領される。研究所って一体何なのか分かってないけど。あ、さらに5詰め。あの歩兵でね、
占領されるよね。やばい、リーチかけられた。熱い戦いになってます。おお、突っ込んできたな。あそこ攻撃された。次のターン占領できねえよ。参ったな。おお、全軍突撃してきた。自走砲も。そして敵は中戦車を作って、なんか向こうのペースだよね。先に先にいろんなユニットを作ってきますね。はい、ということで状況を見て終わりたいと思います。状況はイエローの方が町の数多く、収入が1000多いですね。小粒島の戦い、一体どうなるんでしょうか。毎回ねこんな感じで30分ぐらいで区切って毎日配信しますので、よかったら明日も見に来てください。それではまた、さよなら。